大きな国に爆弾をボン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 下ろす。これは空襲です。で、仙台空襲を行ったのはこの B-29 戦略爆撃機というものです。平和学習に参加したのは仙台市立東二番町小学校の6年生18人です。戦災復興記念館でアドバイザーを務める及川節郎さんが講師を務め、戦時中の暮らしや仙台空襲の被害について伝えました。すぐそこまで来てるからすぐに防空壕とかそういうところに行ってとにかく逃げなさいという警報になります。78年前の仙台空襲では、仙台市中心部にある東二番町小学校でも児童23人が犠牲になっています。アメリカ軍の爆撃機 B-29 は、大量の焼夷弾を爆撃中心点めがけて投下しました。今日は仙台市などが新たに制作した仙台空襲を伝える動画も上映されました。児童たちはメモを取るなどしながら真剣な表情で当時の被害や戦後復興について学んでいました。防空壕、命を守るために作られたものでもそれで蒸し焼きみたいになっちゃって亡くなられた方とかがいることを知ってちょっと驚きました。戦争の時代に生まれてなかったので率直にこういうことが起きたのはまだ知らなかったんですけど、今日の機会を得てこういう仙台空襲でこの仙台に生まれたのでこの空襲を知らない世代に僕たちが受け継いでいかないといけないなと思いました。平和学習を終えた後、児童たちは館内の展示物を見学し、防空壕を再現したジオラマや焼夷弾の原寸大の模型などを見ながら戦争の恐ろしさを感じている様子でした。仙台市戦災復興記念館では今月17日まで戦災復興展広島原爆展が開催されています。